はい、こんにちは、レトスの小野です。6月8日の3問に入る前にご連絡差し上げます。短期集中実力アップ講座の値上げまであと2日となりました。試験まで、残り4ヶ月ちょっとなので、これからはね、どれだけ効率的に勉強ができるか、これが合否の分かれ目になっていきます。これまではまだ時間があったので、多少非効率な勉強をしていても大丈夫だったんですが、これから非効率な勉強をしてしまったら、今年の試験落ちてしまいます。もし一度以上宅研に落ちて同じ勉強のやり方をしている方、この方は要注意です。非効率な勉強をして去年落ちたんですから、今年合格するためには勉強法を大きく変える必要があるんですね。そして短期集中実力アップ講座では勉強法を大幅に変えていただいて合格に導きます。毎年この試験4ヶ月前から法律式ゼロの方でも合格に導いてきた実績があります。今から逆転合格をして一緒に喜びましょう。で、短期集中実力アップ講座の概要については、この動画の下の概要欄に URL を載せておきますので、そちらからご確認ください。それではまず3問に入っていきます。権利に関する登記の申請をするときは、申請人またはその代理人は必ずしも登記所に出頭しなくても良いので、郵送により登記申請をすることができる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、こちらの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは丸ですね。登記の申請方法っていうのは、登記所、登記所っていうのは法務局なんですけども、この登記所に足を運ばなくても郵送やオンラインで申請することができます。よって答えは丸になるということですね。もちろん添付書類も合わせて送る必要はあります。そして登記事項証明書、いわゆる登本と呼ばれるものは、不動産の所在地だったりとか、地籍などの物理的な内容、また不動産に付着している、ついている権利、抵当権とかそういったものですね。そういった内容を一般に知ってもらうためのものなので、誰でも請求できます。この点も合わせて頭に入れておきましょう。で、問いですね。法人の役員のうちに業務上過失致死傷等の罪により3年間の懲役の刑に処せられている者がいる場合は、当該法人は免許を受けることができないが、判決に執行猶予がついていれば直ちに免許を受けることができる、丸か×かという問題です。これ×ですね。法人の役員や政令使用人が結核要件に該当する刑罰、例えば禁錮刑以上の刑だったりとか、暴力や宅建業法違反による罰金刑、こういったものに処せられた場合っていうのは、役員も結核ですし法人も結核と。今回の問題は懲役刑を受けているので、役員も法人も免許を受けることができないんですね。二人とも結核に当たります。で、そして執行猶予がついていた場合どうなるかっていうと、執行猶予が満了すれば直ちに免許を受けることができますが、本文は執行猶予がついていれば直ちに免許を受けることができるとこう書いてありますので、この部分が誤りですね。執行猶予期間の満了までは待たないといけないですよね。これ基本問題なんですけども、ボンビスするような問題なんですよ。で、ここでボンビスするようだと合格できませんので注意しましょう。で、問い3ですね。認可の広告のあった建築協定は、その広告のあった日以後に協定の目的となっている土地の所有権を取得した者に対しても効力がある、丸か×かという問題です。答えは丸ですね。建築協定の認可等の広告があった建築協定っていうのは、その広告のあった日の後ですね、において当該協定区域内の土地の所有者等になった者に対してもその効力が及びます。これどういうことかっていうと、建築協定内の土地を購入しましたと。これ建築協定を締結した当時の所有者って言いますよね。その人たちっていうのは建築協定の当事者なので、もちろんね、建築協定のルール守る必要があるんですけども、その後建築協定区域内の所有者が誰か第三者に売りましたと。そしたら買う人がいるわけですよね。で、この買った人っていうのは建築協定にそもそも参加してなかった人なんですよね。参加しなかったとしても、この土地の購入者っていうのは建築協定のルールを守らなければいけませんよっていう内容です。具体例をね、考えていただければすごくわかりやすい内容じゃないのかなと思います。で、初めにもお伝えをした短期集中実力アップ講座、値上げまであと2日となりました。効率的な勉強ができれば今からでも間に合います。そして初めて勉強する方よりも1回以上落ちている方の方が勉強法ってよく考えた方がいいんですね。で、それなぜかというと、1回以上落ちている方っていうのは、それまで勉強している方なんですよね。
で、その勉強の仕方で合格できなかったっていう、まあ、結果が出てるわけじゃないですか。で、そのこれまでやっていた勉強ってこれ習慣なんですよね。で、多くの方がその習慣の流れで同じ勉強をやるんですよ。で、そうするとまた同じように落ちてしまいます。勉強量が増えても勉強の質が上がらないと一向に合格できないのが宅建試験なんですね。そこを分かっていない方って非常に多くて、合格点マイナス1点マイナス2点の方、この辺の方っていうのはあとちょっと勉強したら合格できるって勘違いしちゃうんですよ。実際そうじゃないんですね。頑張って勉強したとしても同じやり方だったら同じように合格点マイナス1点2点あたりで落ちちゃうんです。そして2回ぐらいそのようにね、同じように合格点マイナス1点2点ぐらいで落ちた時に初めて気づくんですよ。あ、これ勉強の仕方変えないと合格点、いけないなって。そこで変えていただければいいけれども、まあそれでもね、変えない方っていらっしゃるんですよね。そうなってくるとまた何回も何回も落ちてしまうということになりますので、その点は十分注意してください。で、短期集中実力アップ講座ではその勉強の仕方自体を変えていきますんで、ある程度勉強している方であれば、この短期集中実力アップ講座の勉強の仕方を行うこと、実践することによって飛躍的に実力を上げていただくこと可能なんで、もし今年絶対合格したいっていう方は、ぜひ短期講座ご検討ください。この動画の下の概要欄に URL 貼っておきます。で、そこに短期講座ってどういった講座なのか動画ありますので、そちらもぜひご確認いただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきました。ありがとうございました。今年絶対合格しましょう。レトスの小野でした。